い、こんにちは。こんにちは。リサちゃんです。お願いします。リンゴルフで GPS 距離計といえば？ガーミン。そう。新商品出ました。はい。これです。ババン。G80 という製品なんですけど、はい、これまでは腕時計型ですごい有名だったんですけど、今回はこの端末型です、はい、どうですか、ちょっと見てみて印象は。軽い、なんか持ってることとか入れてることを忘れそうなぐらい軽いです。あと見やすさはもちろんですね、結構はっきり、うん、あの外だと携帯とか見づらいんですけど、うん、これは全然反射しても見やすい感じです。とりあえず1ホール使っていきましょうか。はい、はい、こんなもんか。はい、525ヤード左ドッグです、ね、バンカーは結構先の方なので真ん中ぐらいで行っていきます。お願いします。はい、よっしゃ。いい、この GPS なんですけど、はい、禁断の機能がついていて、禁断、まあ後でちょっとその機能をお伝えします。はい、すごい、はい、自分の位置がピンしてあって今ここにいるんですけど、うん、同時に動いてます。あ、現在地がここにいるよみたいな。これカバーはないんですか。防水なんですよ。え、防水な、防水、防水。一応言うとバッテリーも15時間持つって書いてあって、何もしないで多分15時間だと思うので、うん、普通に使ってて 1.5 ラウンドから2ラウンドはいくと思います。おー、素晴らしいですね。うん、セカンド来ました。はい、で、ピン位置とかの確認の仕方なんですけれども、はい、右下にボタンがありますね。これ、うん、ほぼセンター、うん、あ、これ自分で変えれるんです、触って。あ、ピンポジを見て、うん、ピンの位置を変えてくんだ。残り何ヤードですか。残りが292ヤードで、3つある右のバンカーの先端で217ヤード、うん、なのでスプーンでバーンと打ってきます。はい、お願いします。で、1個ちょっと試したい機能があって、はい、さっき言った禁断の機能ってあるじゃないですか、はい、それをやりたいんですね。はい、このボタンを押すとですね、このキャリーとか書いてあるんですよ。どんだけ飛ばしたかだいたい分かるっていうレーダーの機能もついてます。ボールの上に、そうです、それのへこみだったんです。そうなんです、そうなんです、そうなんです。だいたいどのくらい打ちます？いつもスプーンで200ぐらいの感覚でやってます。はい、しょ、170くらいかな。うん、キャリーラン、はい、合計で179ヤード。うん、当たり的にはそんなもんですか。当たりはちょっと薄かったですかね。傾斜値含めボールスピード51、ヘッドスピード36です。結構丸裸です。丸裸になる。コースに置いちゃうとちょっと緊張しちゃうですよね。ちょっと次練習場行って使ってみるので、はい、ちょっとまあ GPS として使っていきましょう。なるほど、はい、了解です。あ、なんかグリーンに近づいてきました。勝手にこんな感じになりました。ピン位置はちょっと奥めにしてみます。ピンまで131ヤード。はい、あ、これ高低差も入ってます。え、入ってる、入ってます。ちょっと待った。下って書いてあるのは高低差入れて、うん、打ち下ろしで95という意味。おお、うまい、完璧や。はい、ナイスパー。はい、パーです。おー、ナイスパー。ありがとうございます。簡単にパーを取る。520ヤード、はい、すごく簡単で、あと何、うん、なんといっても見やすい。これは絶対的にいいなと思いました。で、さっき使ってた、はい、あの禁断のレーダー機能、はいはい、試したいんで、はい、練習場で使ってみましょう。ぜひ、はい、ぜひやりたい、はいはい、ではですね、このレーダー機能を試してみましょう、はい、早速練習場でね、はい、この真ん中に線があるんで、この辺にボールを置いて、じゃあ50ヤード。いい音だ。本当に50ヤードいった。はい、57、まあ、だいたいそんなもんかな、感覚的にも。今キャリーで50だ、合ってんじゃん。キャリーで51だもん、だってちょうど50に落ちたじゃん。キャリーで51、めっちゃいいじゃん。ランで57っていうか、私すごいね。ワークアウト、はい、お願いします。50じゃん。え、一緒。もう一回だ。はい、あ、
違う、ちゃんと51打ってる。だってスマッシュさっき 1.00 だったから完璧です。キャリー51、キャリープラスランで57 すごい、いいじゃないですか。でこれ縦の距離が分かるのでレーダーは、はい、でまあ、あっち50も分かるしこっちでも分かるし、はい、縦でどんだけ飛んだのかなっていうのが分かりますと、はい、100打っちゃいますよ次、はい、すごい、あれもいいんじゃないですか。ラン入れのキャリーが88、キャリープラスランで98、そんなもんですね、はい、これ練習場良くないですか。いやめちゃくちゃいいかもしれない、なんかずっと打てそう。ちょっと今、強めに入ってちょっと引っ掛けたんで、やっぱちょっと飛んでます、うん、はい、行きましょう。正確、はい、91、101と、うん、150行きますか。はい、150のターゲットは一応あそこにあります。バンカーの先、ちょっと薄め、あ、いや薄め、125キャリーの139、うん、ちょっとペラった感じですね今。じゃあ本当番手通り、まあ、うーん、自分の感触と一緒なんだ。一緒ですね、ちょっとちゃんと当たったんじゃないですか。ちょっとちゃんと当たった距離は、はい、そうですか。こんな感じなんで、おキャリー128、うん、捕まってはない。キャリープラスラン143、戻って、次のモードをちょっと試してみたいのでこのボタンを押して、ターゲットプラクティスっていうのがありますと。飛距離を設定してそこまでどのくらい近づいたか、50ヤード、75ヤード、100ヤード、125ヤードと、はい、いうのを測ることができる機能があるので、ちょっとゲームっぽい感じ。そうです、そうです。何ヤードからやってみます。じゃあさっきの 50? 50いきましょうか、はい、はい、まあプレイヤーあなたの番ですと、はい、50ヤードに向かってどのくらい近づいたのかっていうのを見ていきましょうってやつです。はい、はい、おお高い、あちょっと飛んだ、あやっぱちょっと大きいわ。あ本当だ、ポイントプラス5、ちょっと外れましたってことかな。なるほど、はい、ちょっと入った入った、あ、大きい、でも、入ってる入ってる、プラス10点。中心部に落としたいですね、うん、なんかどうかな、うわっ一緒、なんかちょっと出るな、ちょっと大きいですね。お、いかがでしょうか。一緒、ちょちょちょ、60ってな感じで、はい、どのくらい近づいたのかっていうこと分かるんで、小さい練習場あるじゃないですか、うんうんうん、ネットに囲まれてるところ、はい、あそことかで使うといいんじゃないのかなってすごく思うんですよね、うん、いいと思います、うん、はい、てか楽しい、楽しいですかなんか手軽にゲーム感覚でできるっていう感じですね、うん、で最後、はい、このバーチャルラウンドっていう機能があるんですけれども、はい、そうですね、練習場にいながらコースをラウンドしてる感覚になれるというモードらしい。でここザーカントリークラブジャパンなんで、あもう位置情報で出るんですか。はいはい、近くのゴルフ場、あとゴルフ場名で言っても、あの世界中のゴルフ場を検索できる。海外も、海外も、海外も、あのいわゆるセントアンドリュースとか、だから練習場にいながら、はい、コースを回れると。そう、おいしょ、200のとこ行った、193ヤード飛びましたってなって、また次、はい、残り距離362なんで、スプーンですね、はい、長いなあ、やべ、これ素振り注意かも、感度よし、うん、お74、おお、ちょっとリアリティのある動きだった、はい、あの174で今4打打ってますっていうふうに出ました出
りがですね166ヤード166。普段だったら9バウッドなんですけど、ちょっと7バウッドぐらいでワンクラブ上げて打ってみようかな。普段ね手前から行くってことですよね。おお。おっとはめっちゃ寄ったんですけど3ヤード残り3ヤードもう終わったじゃん。あで1ホール完了で、あパターはなし、うんパターはないんです。あえ待ってってことは、素振り2回の素振りなかったらバーディーってことですね。そうもう残り3ヤードなんでもう OK ですっていう。なるほどこれは面白い。面白い面白いあの素振りだけちょっと気をつけてもらえればって感じね。そうですね、やっぱ30センチ以上離れると、じゃあポールの場所でやるからだ大丈夫、ね、そうです、ね、世界中の4万1000コースに対応しています。4万1000、はい、そもそもこれ GPS 距離計なので、あの各コースのデータが入ってるんですよ。はいはいはい。でそれ呼び出して使えるから、なるほど、対応しているという。これどうでした、あの GPS 距離計なのに、飛距離測定器的なレーダーがついているものなんですけれども、え単純に楽しかったですなんか練習場に行く回数が増えそう。あこれだと、はい、例えばコース検索して、あここやってみたいかもみたいになって、練習場に持って行ってやりそうな感じがします。あ結構バーチャルランド気に入ったっていうことで、私的にバーチャルランドが結構楽しかったリアルミンゴルみたいな感じがしました、楽しかったです。結構辛口というかリアルに出てる感じがする。飛距離はリアルなんですよやっぱ若干落ち込みが入るかもしれない あの練習場で、あれこんなもんしか飛ばないかなみたいな。リアルなんですよリアルに受け止めて、練習に、取り組んだ方がいいかなと思います、あの向きにならず力が入るんで、ゴルフ場でも練習場でも、あのいろんなところで試せるんじゃないかなと思います。あと何よりあのこの軽さが私はいいなと思います。結構本当になんかポッケ入れてても持ち運んでてもなんか気にならない感じはします。はい、すごい良かったです。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日、まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山の、ね、絶景ポイントたくさんあるので富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なのでぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。